皆さん、こんにちは、サケスキーです。俺はマシューだ、よろしくな。今回はオートメーションエンパイアの最終回です。よろしくね。前回はひどかったな。肝心なところでバックレやがって、様子を見るのに撮影しっぱなしで離席してたら、その間にミッションクリアしてたっていう。まあまた妖怪一足りないが出るんだろうなぁなんて思ってたから、わしもびっくりした。赤燃料先輩半端ねえっす。赤燃料だけじゃなくってアップデートの裸会もあったしな。アップデート後に新規で始めるより有利な条件にあったということだね。ああ。あと初心者モードだったというのもあるかな。そうでなかったら電気代とかコスト面で厳しい感じになるのかな。それはそれとして、前回は作業ボリュームが多くてかなり駆け足だったから、今一度工場設備を簡単に振り返ってみよう。758号で得られた経験により、機関部は一体型とせず、生成、合成を分離する形で、収まらない石炭炭素の生成ラインが外についてるって感じかな。あと赤燃料の合成ラインもな。赤燃料の合成ラインは、ミッションクリアに導いてくれた重要施設ではあるが、単品生産で設備的には何の工夫もない平凡なものだから、あえて説明するまでもないだろう。合成部は8号から採用の千鳥式。生成部は7号から採用の従来方式の小スペース型。整合の建屋を隣接させることで、トロッコによる輸送時間を可能な限り少なくするよう努めた。出荷部は敷地面積や道路のレイアウトの関係、または出荷物の赤燃料とカーボンミールがそれぞれ別工場ということもあり、屋外充填方式としたが、停車場一つにつき1充填機では処理速度に不安があるため、それぞれ2台体制として、うち1台はメインの補助をする形とした。生成や合成はともかく、出荷方法は未だに定まってないようだな。何が効率がいいのかさっぱりわからん。で、これまでこのマップの全体がどうなってるか、全く示してこなかったが、ここに来てようやく全体図が完成したので、一応示しとく。今更だろ。黒が原油、灰が石炭。桃が鉄、木が金だ。工場や道路の配置は最終的にこうなった。で、それぞれの工場が使ってる資源の縄張りは、89号がこう。7号がこう。10号がこうで、10号は8号で作られる金燃料を使ってる。こうしてみるとまだ使ってない資源があったんだな。川がある関係で輸送道路が敷けないのと、トロッコを敷くにも輸送道路と干渉するから、どうしても後回しになるし、そうなるようにできてるんだと思う。ま、おめえの場合、ダミーのトラックトンネル作ってズルしてるからだろ。ズルっていうな。ということで、以上、戦果報告じゃなかった、総量報告でした。しかし最終回が反省会ってのもなんだな。当然あれだろ、さらに高みを目指すんだろ。あ、余計なことを。わし的には仕組みを考えるのが面白いところだから、正直メダリオンはもういいかな。もうこの段階でわしの非力な PC では、セーブはともかく、ロードとその後の計算に結構時間かかるんよ。計算ってなんだ？おそらく機械一台一台の動きを追ってるんだと思う。だから設備が大きくなって、機械が増えれば増えるほど、ゲームを再開するまでの時間もかかるっていう。しかしあれでしまいってのはないだろ。死の後の言わずやれ。マジっすか。では被災のみながら。ああ。ではまず戦略だが、メダリオンも重量によって達成するわけだから、まず物の重量を確認しておこう。このうち重いものから見るに、赤燃料、金鉱板、イオン化コンデンサだね。ということでこの際カーボンミールは切り捨てる。手間暇かかる割に鉱板とかより軽いわけだしな。ま、それはよかろう。で、
この重いもの3つはどれにも金が絡んでる。3つずつ4箇所、計12ある金の採掘場を、4つずつ3つに再分配する手間と、何より1つだけ製造工程が異なる。イオン化コンデンサも切り捨てて、金を赤燃料と金鉱板に注力する。それで残ったものの中で金に絡まず、かつ資源的に豊富で重量もあり、金鉱板の製造過程でできる、鉱板を第三の出荷物とする。と、した上で考えられる設計は、金鉱板がこう。ま、今の7号と同じだな。石油の生成ラインはここではいらないのと、輸送道路や工場の大きさのこともあるから、一旦全部撤去することになるだろう。次に赤燃料はこうだ。こっちは随分立て込んでるな。赤燃料は一次合成物同士でできるからだけど、やってることは一次合成と変わらないから。ただ問題なのは生成しなければならない原料が4つある点だ。今までの経験的にも、リモートコネクタ使用の前提からも、4つの原料を1つの工場建屋で生成するのは無理だから。このうちどれかは別の工場建屋で生成する必要がある点だ。そこでマップを改めて見直してみるに。各工場の縄張りをこのように考えた。基本的には現在の縄張りを踏襲して、金鉱板は現在の7号のあたり、赤燃料は現在の10号のあたり、金鉱板工場で鉱板も作れ、また出荷もするが、残りの石炭と鉄をマップ化法で加工して、鉄道を開発して輸送を担ってもらう。で、このレイアウトでは赤燃料の4つの原料のうち、金がどうしても遠くなってしまうため、金を別棟で生成する原料とし、ついでに鉱板用鉄の生成を行う。という作戦だ。うむ、作戦を承認する。では状況開始。はい、メダリオン達成。目標は達成された。状況終了。うむ、ご苦労、テドアホー。だってやってることは今までやってきたことと変わんないんだもん。ちなみに新たに開発した技術は鉄道のみ。温室とロケットは研究中。技術向上は相変わらずトラックのみで他はデフォルトのまま。では作業順を追って金鉱板の方から見てみますか。新たに挑戦したのは生成器をどれだけ詰め込めるかってとこだけかな。なんだこりゃ。1原料につき充填機12台、生成機30台。3原料合わせて充填機36台、生成機90台の詰め合わせ。我が国においても有数の生成能力を誇っております。ちなみに隣にあるちっこいのは温室研究のためだけにある穀物工場ね。合成部は相変わらずの千鳥式。合成機はこちらも詰め込めるだけの各ライン11台。後半は出荷する分を考慮して、2ライン体制にしてある。それぞれ出荷に2つのトロッコを備え、まさに2トラック。おいやめろ。出荷部は単品出荷であることと敷地の関係で、10号で採用した屋外充填方式で、輸送路の最上流である停車場の出荷能力を強化した。ちなみに輸送道路は複線合わせて8停車場として2組付設し、片方を金鉱板、もう片方を鉱板とした。次に赤燃料だが、こちらの生成部は金鉱板の反省を踏まえた省力型とした。なんかまずいことでもあったんかい。生成ラインは充填機2台、生成機5台が最小ユニットだが、生成機5台ではオーバースペックみたいだったから、生成機を4台とした。充填機が増えてそれぞれの負担が軽くなったということか。だ。それにこの方がスペースに余裕ができた分、搬入口の設定も多少楽にやれた。こちらの合成部はスペースの関係で、合成機はおのおの10台。2組計16停車場を賄う。金鉱板もそうしたらどうだ。もうメダリオン達成しちゃったし。で、鉱板の方はまず金と鉄の合同生成工場なんだが、金重視でレイアウトした結果、鉄の搬出口が金の採掘場に接近してしまい、
本来不必要な出城を作る羽目になった。まあその程度は構わんだろ。で、合成部は石炭の生成ラインと合同として、できた鋼板は鉄道で出荷すると。これで満足していただけましたかな。まだ温室とロケットが残ってるだろ。温室は草の成長の促進。ロケットは輸送手段なだけで、生産の仕組みに絡まないからもういいでしょ。このマップでは不必要だった。それだけ。そうするとクリアまでのバランス調整もまだまだこれからって感じだな。それ、重要だよね。どこぞのワールドオブ。おいやめろ。ということでミッションクリアするとマップ選択画面で黄色の帯がついて、隠しマップ2つが解除されました。それとメダリオンを達成したことで、花丸をもらいました。ただ初心者モードではスチームのいう実績には当たらないようです。で、一応ミッションクリアしたということで、情報鎖国解禁ということで、他者様の動画を見に行ってみました。ほう。で？まあそんなに熱心に見に行ったわけでないんだけど、今のところ気づいたのは大きく2点。充填機は単独使用している例が多く、並列設置はメジャーじゃないみたい。そうなのか？自分がマイノリティだと今知った。今更だろ。それからリモートコネクタの使い方だ。わしの場合、主に生成物の収集としての使用が多かったが、どうも世の中は分配としての使用が主流らしい。まあ楽だな。ただこれはわしが見に行った動画の英語がわかんないだけで、リモートコネクタの使い方を考えてみたっていう、やってみた系だった可能性があるんだけどね。面白いのは充填機に3つの異なるリモートコネクタを接続する例だった。充填機を資源前に固定とするんでなく、共有化する試みだと思うんだが、これは生成後すぐ出荷するにはいいけど、合成とか二次生成するには、生成後、原料前に分別回収する方法がないと難しいと思う。だから主には出荷の工場内充填方式で使われるやり方だと思う。なるほどな。ということで、皆さん、本シリーズお楽しみいただけましたでしょうか。今回のシリーズ、たくさんの方にご覧いただいたみたいで、中の人としては、YouTube の隅っこでこっそりやってるいたずらが見つかってしまったみたいで、罰が悪いやら嬉しいやらで困惑しております。なんで急に見つかったんだろうな。わしもわからん。ともあれ、次に何をやるか、いつやるかも白紙状態ですが、その時はまたどうぞよしなに。それはそれとして、日本語ファイルの配布とかは考えてないのか。ま、もともと動画にするのに見やすくするとか、意味をわかるようにするという趣旨だし、希望者もおらんだろうし、配布の仕方もわかんないしね。ま、いろいろ締まらないですが、皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。次の機会まで、さようなら。サンキューな。